本当に入試問題いっぱい解いて、この大学はこういう特徴があるとか、こういう対策をした方がいいっていうのを全部出します。だから今までね、いろんな講演行ったんだけど、やっぱりね、地方の格差ってすごいんですよ。予備校行こうが、塾行こうが、武田塾に行こうが、自分の家で勉強しようが、合格すればいいんだ。ハローでは始まりました、もちゅちチャンネルです。今回はですね、そうです、これはもうタイトルを見れば分かる通りです、武田塾に加入しましたね。まあ12時のね、動画で、ああもう YouTube で予備校作ってやっていくんだって思ったかもしれないですが、それだけじゃなくてこっちもやります。あ、ただね、まあ一応別人格ですので武田塾の方は、森田哲也というですね、別人格で、これ中森さんに、なんかうちのメンバー別人格好きですねとかって言って言われてきただけど、一応こっちでは森哲としてやってきますので、まああちらは別人格で出ていくっていう風に思ってください。まあ武田塾の方にもね、加入動画上がってますんで、それもね見てもらえればいいんじゃないかなと思いますが、まあ一番最初はそうですね、高田先生から、そっか、 DM が来たのが最初ね、 Twitter で出てくれませんか、武田塾チャンネルって言って出たんですよね。そう、 YouTube にすげえやつが出てきた、東進講師出てきたぜみたいな感じになって、そうで中森さんと高田先生とどんな企画やろうかみたいな話になって、日本で英語が一番難しいのはどこだみたいなんでね、そう、早稲田の理工って言ってブワーッと広がりましたよね。で、武田塾で2019年一番再生された動画になったわけですけど、そう、これで思ったよね、自分の持ってる情報を広げることできるんだな武田塾っていうのはすごく思いましたね。一気に広がったでしょ、早稲田の理工の難しさが。で、それもやっぱ普通の人には届いてなかったわけですよ。やっぱりこんだけやっぱ情報って人に届いてないもんだなっていうのはすごい思ったんですよ。だからこれをやっぱ無料で公開して多くの人に届けることができる場所なんだなっていうのはすごい痛感しましたね。で、高田先生にね、うちのチャンネルにも出てもらってね、すごい楽しんでましたね。他の人のチャンネルに出てこういっぱい喋りたいこと喋るのもいいもんですねって言ってましたけどね。まあすごく丁寧でね、すごいいい人ですね。山火さんもね、すごくいい人だし面白い人だったんでね、まあこれから、ね、よろしくお願いします。まだわかんない、山火さんと一緒に動画出る予定はまだ決まってない、どうなの高田先生とは4月、もう4月、高田先生とは今月ちょっとね動画を撮ります。まあこういうね、メンバーの中に入れるっていうのはすごい光栄なことだと思ってます。まあもともと去年で林塾長に初めて会った時かな、どうですかみたいなね話は言われてはいたんですけど、まああの時ね、武田塾の某校舎に行ってね、いろんな社員の人がいる中にね、こう、ああどうもどうもみたいな感じで行ったりもしたんですけど、まあ一緒にカラオケ行ってね、粉雪歌ったりとかしましたけど、だからね、すごいですよ。だから授業動画撮って、授業を YouTube でめちゃめちゃ編集しているだけじゃなくて、入試問題めっちゃ解いてますから、すごいよ。もう本当に授業編集と教材作成と本と入試問題解きまくるっていう、そういう日々です。いや、めちゃ大変ですよ、本当に。結構びっくりしてる自分でも、こんな大変なんだなと思って。でもね、楽しい。やっぱり今まで送信では入試に関する情報とかも言っちゃいけなかったから、動画で本当に入試問題いっぱい解いて、この大学はこういう特徴があるとか、こういう対策をした方がいいっていうのを全部出します。林塾長すごい心が広いですから、もう全然 YouTube チャンネルやって構いませんっていうね、当心だったらね、 YouTube チャンネルやりますって言ったらすごい渋い顔されるわけですけど、太っ腹なところがあるわけです。そしてね、あとはやっぱ中森先生と話してて、やっぱ考え方がすごくいいなと思ったわけですよ。中森先生っていうのはコラボ動画上がってますけど、そう、受かればいいって思ってる人ですからね。予備校行こうが、塾行こうが、武田塾に行こうが、自分の家で勉強しようが、合格すればいいんだ、そういう考え方の持ち主ですから、でそこがすごく良かったって思いますね。なんで、僕自身は全部その YouTube 上、武田塾チャンネルで全部出しますからね、その英語に関する情報を全て出していきますから、で自分自身も当然勉強しますから、ルートをやりますから、英語だけじゃなくて他の、今ちょっと忙しいですけど、時間ができたらちゃんと英語以外、特に数学やりたいと思ってるので、武田塾の参考書ルートやろうと思ってますし、ね、この大学にはこれがもっと合うんじゃないですかとかっていうのもいろいろやっていく予定です。だからさ、当時の時はさ、教材研究したってそれを出す機会がなかったわけですよ。でも全然ないし、授業はないし、ほとんど暇でさ、
じゃあ教材研究にその時間を当ててくださいとかって、教材研究の時間しかねえじゃないかな、授業は東大ばっかりってし、だからそんなんじゃなくて、もういっぱい出せますよ本当に。医学部の話とかもうね6本ぐらい取ったのかな、6、7本取ったけど、早稲田、慶応、医学部はこれも毎週取っていきますから、どん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 ね増えていきますよラインナップが。だから僕はその全て無料で出していくっていうスタンスは変わりません。その無料で授業もするし、無料で受験情報も与えると、そう言いましたね、私は知名度を上げる勝負に出てますから。でね、そう、さまざまな予備校講師のねプロたちを集めて、武田塾にも教科のプロたちが集まってくるようにしたいと。今までは三大予備校に入るのがゴールみたいになってたけど、今はそういう時代じゃない。だから僕はそれを見せていくと思ってください。で、役職は武田塾教務部英語科課長、英語科の科がこと、こっちの科なんだと思ったね、科目の科じゃねえんだと思ったんですけど、っていうね辞書になります。本当はね英語科監督っていう風にしたかったんですよ。中森先生とねいっぱい話し合って、どうしましょうかみたいなんで言ってて、武田塾の先生たちっていうのは教えるというよりはコーチする人たちじゃないですか。だからコーチだから、そのコーチを取りまとめるようなポジションですよね。そう、役職ってね検索してね、英語と日本語でいっぱい役職調べたんですよ、2人で。やっぱそのまとめる感じだから野球っぽくね、こう監督っぽいのどうすかみたいになって、ああいいんじゃないですかそれ、なんか今までなかったし響きもすごいいいしって。じゃあ中森さんどうしますか、その監督の上どうしますって。じゃあGM にしましょうかみたいな感じで、ああいいんじゃないですかみたいなね、中森 GM っていう感じで行きましょうみたいな。で、林塾長、じゃあそしたら僕どうなんのみたいな。じゃあオーナーみたいな、なんかもう野球みたいだね、ははみたいな。で中森さんがで会議にかけたらめちゃ不評だったっつって、で結局変わったって感じです。ちょ、監督やりやがったな。そうそう、監督と GM になって、なんか野球のユニフォームとか帽子かぶって、それで出ましょうかみたいなね、そういう話までしてたんですけど、だからこれからはね出ていきますんで、どうなるか分かんないですけど、ちょっとまあ今そのいろいろ全国行ったりとかできない状況じゃないですかね、イベントごとって今できない状況なんですけど、それができるようになってきたら自分自身いろんな校舎に行ったりとかしたいなって思ってますけどね、そこで知識をこう講演したいなって思ってます。だから今までねいろんな講演行ったんだけど、やっぱりね地方の格差ってすごいんですよ。本当に地方に情報がない、もう行けば行くほどよくわかる。特に4技能試験とか言ってたけど、4技能試験って結局一体何だったのみたいな、ね、本当に首都圏にね情報が集まってて、本当に地方が不利な状況なんですよ。だから YouTube で全部配信すればさ、全国に届けられる、その、ね、地方格差をなくすのに役立てると思ってるので、そのただで全部授業すればみんな無料で手に入るわけですよね。だから同じように武田塾チャンネルで無料でやって、で、個別の相談的なものっていうのはその地方に行って聞くと、あとは知りたいんですよ自分自身が、この地方ではこういう情報入ってるけどこういう情報入ってないとかっていうのを知りたいんで、その地方講演っていうね、ちょっとまあこう全国移動できるようになったら、そういうのもまあオファーがあればそうやって行ってやっていく予定になってます。はい、どうですか皆様、驚きましたかね、わかんないですけど、はい、こんな感じで授業も全部タダで出すし、受験情報も全てタダで出す、そう、全て自分の持ってるもの、今までは蓄積してるものをずっと隠し続けなきゃいけなかったので、それもったいないんですよ。せっかく受験の問題解くときだって違うんですよ普通と。やっぱり自分のその生活で培われてきた英語力だったりとか、その、ね、雑誌新聞読んでニュース見て分かってきたものってっていうのが、入試問題見た時にそれらの知識によって分かることってたくさんあるんですよ。だから日常をこうやってよく使うけど、入試問題だと全然、日本で英語勉強してくると全然分からないとか、そういう情報ってねやっぱあんまりない。で、自分自身英語できなかったから、最初はそこからこう上げてったっていう経験もあるので、あまり多くの英語の先生が見えないものっていうのが見えたりするんですよ。やっぱ当然いろんな試験、英語の試験も受けまくってますから、そういったね、知識っていうのがいっぱい見れると思ってください。はい。毎週何本か収録するので、武田塾チャンネルには毎週出てくる。あれ、1日2本出してるもんね。だってね、14本あるんだもんね。その14本のうちの何本かに毎週出ていくと思ってください。なんでね、で、これを森鉄イングリッシュチャンネルは通常通りやりますし、毎日更新できるかわかんないけど、やりますし、で、森鉄さんチャンネルも、まあ、あんまり編集しないで、出しちゃう感じでやりたいですね。もっとね、 YouTuber っぽいいろんな企画もやりたいと思ってますし、で、武田塾チャンネルではそう、森田哲也っていうね別の
人格で。そうなんだ、この、ね、森哲チャンネルってね、わざと森田哲也っていう名前を一回も言ってないと思うんだよね。自分から、あ、誰かゲストが言ったりとかはありますけど、僕が言ったことは多分ね、一回もないんですよ、動画内で。初めてだからこれ動画内で言ってると思いますけど、ね、っていう人格。っていう人格の方が、武田塾には出ていくと思ってください。自分の知名度をめちゃくちゃ上げる。そして、地方に情報を届ける。今まで隠してて全然行かなかった。これを届けるっていう、この2つの目標がこの2020年度の目標になりますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.